日本維新の会は1日午後4時から臨時の党大会を開き、馬場伸幸氏の後任となる新代表に大阪府知事の吉村博文氏を選出しました。画像、日本維新の会の代表選挙の様子党大会開幕から吉村氏の新代表選出、吉村氏の演説。維新の代表選には吉村博文氏のほか、金村隆那衆院議員、比例南関東。 正衆院議員、広島4区、松沢重文参院議員、神奈川選挙区が立候補していました。国会議員と地方議員、一般党員らによる投票の結果、吉村氏が有効投票数の約8割となる8547票を獲得。635票の金村氏、492票の空本氏、1066票の松沢氏を圧倒し、新代表に選出されました。 吉村氏は、挨拶で、日本維新の会の目標を定めて、皆で共有していく。次世代のためにある政党ということを軸にしていきたい。我々はまだまだ弱小で経験も少ない。その中で国政政党として他党とぶつかっていくと話しました。吉村氏は、午後6時40分から行われた記者会見で、党の共同代表について、前原誠司氏にやっていただきたいと話したほか、 党の三役にについいいいいてててはままだ決めていないが若手にやってもらいたたいと話しました維新は10月27日に行われた衆院選で、大阪の19の小選挙区は全勝したものの、大阪以外の小選挙区で獲得できたのは4議席にとどまったほか、比例票は前回より約300万票減らし、議席は工事前の44議席から6減の38議席となりました。